こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。今回は図書館にたくさんたまりました。物語振り返りが、そちらをやってもう終わりになるのかなと思います。全部キャラシナリオですね。まず金色モザイクのヨーコだけだな。いきましょう。だなそうね。いいのかそれで。すげえ、ありがとう。どうして？へえ。だな。ロー男性。北谷魔法の祭り。あ、そうだ。あ、くすん。はあ。なへへへ。そういえば、ののさん素敵だな。ニューゲーム始め。うんうん。なんでなん？よ。脳だけかな。
事件発生ですよ。大変だ。どういうこと？これで終わりか。結構すぐ終わりそう。ゆるキャン、なでしこ、たくさんありますね。キララは、そうだな、そうだね、ふふふ、泣いてる。どうかしら。どうかしら。その。お。もしかして。そうだな。いや、違うだろう。ルキですね。爆乳姫子。はいはい、あーあー、どうして、恥ずかしいわ、そうなんですか、恥ずかしい、恥ずかしいわ、なるほど、そうよね、はるかレシーブか。3人もいますね。クレア？おー、ね、素敵ですね、うんうん、でもさ、そうなんだ、そうなん、呆れた？いい？マジ？そうなんだ。う、ゲゲ。へえ、いいこと知った。
その相方はエミリーです。ですよね。そうね、個性だったな。よく考えてみる。ハルカーレシーブ。あら、そうね、なるほど。ちょっと呆れた。そのもちろんです。バカじゃないの。さすがです。ちょっと瀬戸会役員ども、だね。強い。あやさん、頑張りどころ。さあなるみ、ビーチバレー2人だもんね。あーっと、かなたがまだあるかな。あ、結構まだまだあるな。アニマエル、なんだったっけ。漫画家か。こんにちは。はい。はい。TL？ そこでカオス先生。あばば。そりゃそうだろうな。はい。あの頃はマイキーキララやっててよかったよな。お、何？どうでしょうか。バババババ。コミガもハルカーレシーブもアニマエルも全部見てたな。お、
が漫画好き。うん、まあ、ここだろうな。ありがとうございます。ありです。はい、プロの漫画家になりたいんです。はい。あの、はい、アニマイル終わり。次やってなものないよね。 GA タミコさん、この作品はよく知らないからな。とりあえずありがとう。そんなら、はい、どう？そうなんだ。そうそう。はい。でも、ありがとう。うん、カドマ族、みかんですね。ありがとう。はい、そうね、あっちだよ。カップ、もしかしてそうかしら。なるほど。そうなんだ。そうなんですか。え、なるほど。そうね。あれ、まさか。やれやれ。おい、光栄です。なっ、はあはあ、なっ、なっ、何？仕方がないよ。
その通りです。あの夢にまで見た。いた集中的に。あの幸せです。アピるんだ。やれやれ。本当だ。そうだね。そうですよ。なんで？ハルミネーション。ユキ。だな。なるへそ。やかましい。だな。うんうん。なんつって。わかりづれ。そういえば。いや。うん。ああ、そうだな。嬉しい。だよね。うん。最初一人だったっけ。いや。そうなの。やべえ。やかましい。なの。ダメか。だな。嬉しい。だな。玉読みもあるんだ。玉姫。キャッチャーとナイト。ね、ありがとう。なるほど。ちょっといい？そうね。ありがとう。うんうん。だけど。ありがとう。うん。さて、どうなる？あら？うん？きっと。きっと。これが最後かな。複数流かもしれないけど、ポルカですね。
そうか？そういや、ああでもよ、そうなんだ。どうだろう、そういや、すごい。うん、あ、なるほど。ああ、その、でもよ、あ、気にすんなって。でもよ、そういや、なんだよ、ダメだ。そうなの？これでたくさん受け取りまして349になったな。召喚行ってみるか。朝は鍵の手入れをして、あとはやっぱこれするだけで相当時間かかるよね。食べない。ああ、ダメっぽい。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。来ない。若さゆり。覚醒。おはようございます。噛んじゃいました。250貯めればカルダモンを召喚できるのか。全然ポイント足りないよね。難しいな。最強軍団でもとにかく倒せないからな。ここな、コルクが弱くなるのは辛いな。逆にこの辺のメンバーの方がコルクは入れ合えないから、辺のメンバーの方が美味しかったりして、
全部の星5を入れると、結構この属性は最悪の組み合わせだよな。星4だよな。 OK。 行ってくるです。先輩らしいところ見せないと。ほら、しっかりして。どうかな、聞いたかな。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。痛っ。足が上がってます。頑張れみんな。一気に立て、あの、畳みかけ、これを使えばいいんだよ。ね、お願い、間に合って。すごいね。これでどうです？何するんですか？私が何とかしないと。やっちゃいますよ。あるからな。きっと壁になるタイプが絶対いるよな。一番辛いですね。ここで投入。頑張るよ。こんなことだってできるんだよ。いいとこだよ、バリア張り。どうかな。何するんですか。これでどうです。よかった。お願い、間に合って。あ、リカバリーやっぱ。かしこみ、かしこみ。壁あるんだ。このターンだけはなんとか攻撃できそう。何するんですか。またかよ。嘘、早いんだ相手。ごめんなさい。の方が今は我慢の時だね。タイプがいるなと答えとしては、やっちゃった。どうかな、聞いたかな。いせーので、いくよ。ブレ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 よ。ダメージ与えられなかった。そういえば、チューって持ってなかったっけ。
や赤だったよな。あ、これで終わりか。無理ですよね、これ。2人になってんだけどね。意外と硬い。どうかな、聞いたかな。派手にやっちゃいましょう。やなければな。どうだ。いいやもんな。死んでない。今は我慢の時だね。リカバリーか。あ、なんか回復間に合ったな。リカバリーは2人も用意した。2人は用意した方がいいかもですね。攻撃できないよね。もちろん時間かければできますけど、なんか簡単にクリアできないようになってるわ。壁役がいればね、強いかもね。壁役が欲しいな、多分ここと戦うには。
できれば2人会って1人ずつ交代させた方がいいかもしれない。青なんですね、万年大会は。青だったらプラス4マイナス4ならない。例えばこの辺がやっぱりいるかな。狙いやすさが打たれるタイプなとか、あとは黒ビザは無理ですね。なぜなら風をつけ、つけは OK。 土タイプを除けばこのメンツになりますが、この辺から選択してやっていくっていうのがいいのかな。頑張るぞいも75ありますからね。彼女って、防御力上げありますし、狙いやすと物理防御なんで、チアは結構入れといた方がいいかもね。チアはダメージを強化防ぎますからね。そうなると、チアをメインで入れて、かつ高先生を省いて、どの辺がいいんかな。あんまりダメージ与えられなかったんだよな。この辺かな。とにかく赤に強力なメンバーがいないっていうのが辛い。これ万年か、万年のレベル上げていってもいいかもね。これすぐレベル上げられないかな。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。水属性か。で進化させて、女子力も上がったかな。別人になってるやん。これはあの後でやって、なるべくもうレベル上げさせましょう。母乳のスウェットを下ろすとするか。いいですね。
この辺までなんかわからん、区別ができなくなった。戻す方法があったと思う。あ、鹿場に戻せないんだ、ここの表示は。戻せるようにしてほしい。ここのスキルを早く上げないとな。少し助かっちゃった。ね、アマウさんの従業員にならない？なんてね。はい、というわけで本日ここまでです。今回はキャナシアリオをメインにやっていきました。こちらですね、はい。次回会長にどこまで、大鳥にどこまで迫れるかっていうのをやってみたいなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。また、キラーファンタジアの今までのプレイ記録、動画プレイリスト、こちらも説明欄にアドレス記載してます。こちらもぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。